まず一つ目の例文が My brother is 5 years older than I am 私の兄は5歳私より年齢が上だという文章です。ただの比較の文章でしたら My brother is older than I am でしたが、具体的にどれくらい年上なのかをつける場合は、今回の文章みたいに My brother is 5 years older than I am と比較級の前に具体的な差を言います。こちらでは段階的に考えてみようということで、まずレベル1が私の兄は年を取っている、これは My brother is old でいいわけですね。レベル2の私の兄は私よりも年齢が上だ、これはどうなりますか。はい、My brother is older than I am になりますと。で、最後レベル3が今回習う文章です。私の兄は私よりも5歳年齢が上だ。これが My brother is 5 years older than I am になるわけです。このように段階的に考えれば、今まで何を自分が習ってきたのかを整理しやすいかと思います。一応他に例文も紹介しておきます。私はあなたより3時間長く勉強しただったら、I studied 3 hours longer than you. 私はあなたより10冊多く本を持っているだったら、I have 10 more books than you になります。さて、次の例文は、The library in my school is much larger than that in my brother's school. 私の学校の図書館は、私の兄弟の学校のものよりはるかに大きいという文章です。この文で新しく使われているのがマッチです。マッチを使うことで比較の表現を強めることができます。マッチの他にもファーやアロットでマッチと同様に比較を強めることができます。反対に少し大きいとかでしたら、a little larger, a bit larger、ということができます。はい、ここで記憶力テストですが、マッチの他の表現は何だったでしょうか。そして、少しとつけるときの表現は何だったでしょうか。はい、マッチとファーとアロットでした。少しはアリトルとアビットです。次の例文が、It is less hot today than yesterday、または、It is less hot today than it was yesterday という文章で、今日は昨日よりも暑くありませんという意味を表します。ここで新しく使われているのが less プラス形容詞を和服し than a で、a よりも何々ないと意味を表す表現になります。この文章で it was が括弧になっていますが、it was をつけた場合だったら、than の後ろに主語動詞と文章が来ているので than が接続して使われているということになります。逆に yesterday のみだったら名詞しか来てないので than が前置詞として使われているということです。次は My part-time job is getting busier and busier、 私のパートタイムの仕事かっこアルバイトはますます忙しくなっている。この例文で新しく使われているのが比較級&比較級で、ますます何々という意味を表すものです。例えば、I study harder and harder で、私はますます一生懸命勉強するようになった。I slept deeper and deeper で、私は深く深く眠ったという意味になります。次の例文では、The cafe became more and more crowded。そのカフェはますます混雑してきた。今回の例文では、crowded が crowdier や crowdedest みたいな形になるのではなくて、more を使って表すものなので、more and more crowded になっております。さて、私のパートタイムの仕事は、ますます忙しくなっていると、そのカフェはますます混雑してきた。こちらの英語、言えるでしょうか。My part-time job is getting busier and busier. The cafe became more and more crowded. でしたね。では次です。D
The earlier you get up, the healthier you become. 早起きすればするほど健康になります。この文章では、the 比較級プラス主語動詞、the 比較級プラス主語動詞という形の表現が使われています。何々すればするほど、何々であればあるほど、等と訳します。この the 比較級の形を見たら、今紹介した表現だと疑えるかがどうかが大事です。次の例文は、the harder the staff worked, the more popular the cafe became と。職員が一生懸命働けば働くほど、そのカフェは人気になったという意味です。次の例文ですが、一度ここで並び替え問題に挑戦してみてください。お金を稼げば稼ぐほど、より多くの税金を支払わなければならない。さて、どうやったら今の日本語の意味を表す英語になるでしょうか？答えは、The more money you earn, the more tax you have to pay です。この例文で気をつけないといけないのは、more、たくさんの比較級と、たくさんあるもの。今回は money を話さないことです。そして、大事なことは、the 比較級の形になるということです。さて、最後に日本語から英語にできるか確認してみましょう。私の兄は私よりも5歳年齢が上だ。私の学校の図書館は私の兄弟の学校のものよりはるかに大きい。今日は昨日よりも暑くありません。これらの英語がわかるでしょうか？ My brother is 5 years older than I am.The library in my school is much larger than that in my brother's school. It is less hot today than yesterday. でしたね。次の、私のパートタイムの仕事はますます忙しくなっている。そのカフェはますます混雑してきた。早起きすればするほど健康になります。職員が一生懸命働けば働くほど、そのカフェは人気になった。お金を稼ぐ側は稼ぐほど、より多くの税金を支払わなければならない。これらの英文はどうだったでしょうか？考えてみましょう。はい。ということで、My part-time job is getting busier and busier. The cafe became more and more crowded. The earlier you get up, the healthier you become.The harder the staff worked, the more popular the cafe became. The more money you earn, the more tax you have to pay. でした。それぞれの例文で何が新しく紹介された表現だったでしょうか？きちんと言えますか？企画の範囲は覚えることが多いので、例文を用いて覚えていくことが有効です。まずはキーポイントの文章をきちんと覚えてみましょう。Just